はい、どうも、レトロです。で今回はね、ドラゴンボール Z3 レッセン人造人形を早速プレイしていきたいと思います。物語としては、ナムック星編の終盤、フリーザと戦っているあたりから始まるんですけども、以前ね、ドラゴンボール Z2 紹介した時にでもね、確かフリーザの、最終形態と戦うまでかな、一応最終形態と、戦い終えて、その後悟空がスーパーサイジになって最後の決着をつけるっていうところが多分抜けてたと思うので、それが今回続きとなります。以前のね、作品からは1年しか経ってなくて、1992年のね8月に発売されています。で実際、戦い方はこんな感じ。キヨネルって今ありましたけども、超飛大技を出したいときは、キヨネルっていうのをやってから、まだ自分の流派と合わせてで、必殺技を出すっていうね、こんな感じになってます。でスーパーカメハメ貼ってました。結構な攻撃力やな。でカードの種類こうやって、後々説明しますけども、こんな風にね、今イベント用が出て、カードの星の数を Z に変えたっていうこともできます。でようやくフリーザを倒して、ここで原作通り脱出したいんですけど、脱出ができない状態ということで、悟空はさあどうなってしまったのかっていう感じで、始まります。で悟空、ピッコロ、クリリン、もともと原作でもナメックで戦ってた最後のメンバーですね。で海王様と通信しながら、よし今度は俺らが生き返らそう言うと、でドラゴンボール集めが始まる。ここからが実際のスタートですね。でこれが今回のマップです。第一ステージっていうのが、第一エリアみたいな感じで、次々とエリア変わっていくんですけども、街に一回行ってみましょうか。おじさん、謎の人、おじさん。このマップではボールは3箇所しか、3箇所でしか手に入らない。3つしか手に入らないってこと。で、メガネイはこの中に入れる。ここにドラゴンボールありそう。この人回復用か。回復するためのこう、キャラクターですね。薬剤師。薬草が少なくて困ってる。薬あげる。どっかで薬草を取ってくるっていうお話ですかね。で実際ちょっとマップを見ていきますと、どうなの？どこまで行ける？ここで終わり。この穴が鉱山かな。さっきダイナマイトやどうや言うてた。んで、ずっと右に行って、ねえ、何がある？山。誰かおる。建物ある。プロブレーン。何やろ。とりあえず人がおる。人がおって。で、次は、何や、家があって、恐竜か。恐竜がおる。で、砂漠があって、これじゃん、メガネイは。メガネイはこれやな。なるほど。じゃあまずメガネ岩でダイナマイトが必要だったと思うんで、まず上から行っていきます。で Z とかね、3352Z と星の数で進んでいって、龍魔王出たから敵と合わなくなる。5回まで。でこの鉄アレマークは修行なんですね。修行ができたりするっていう。でこれは何や、絵合わせみたいな、何やろ。Z ばっか使う。で、進んで。で、ダイナマイトくれた。犬みたいな人。もう一回行ってみよう。またダイナマイトが欲しいって。もう言うてへんし。言ってない。でもダイナマイトどうなんやろ。
一個で足りるんやろうか。なんかイベントが他にあるかもしれないしね。で、ダイナマイト持って、お、敵が出てきた。敵が出てきて、とりあえずオート。お、チャオズおる。チャオズおる。まあ、チャオズが、チャオズっていうかね、多分メインのキャラクターが3人がいて、で、オートにしたりとか、まあ、まあ、多分マニュアルで自分でカード決めて攻撃する場合もそうなんですけども、まあ、このご飯ピッコロクリリンがメインで、他、多分ヤムチャとテンヒアンとチャオズといるんですけども、それぞれが、他の技を出して、応戦というか、まあ、助け立ちしてくれるっていう形でね、進んでいくっていうか、まあ、戦闘が繰り広げられるっていう形ですね。はい、とりあえず逃げました。あ、カヨさんも死ぬよ。これ、合わへんよな、絶対。雲に襲われて、布団が吹っ飛ん、電話に吹っ飛んだ。それ難しいやん。あ、敵や。一遍オートで戦ってみよう。エネルギー波打たれて、エネルギー波打ち返して。敵も結構この時は強いんかな、初めやから。多分全員のレベルが、なぜか1とかじゃなくてね、30、31からスタートしてるっていうね。なんだよ、これ。M1、M2、M3 っていうのはあんまわからへん。なんだよ。で、特にイベントが起こることもなく、めっちゃ殴られてるよ。とりあえず、いける?勝てる?勝てそう。まあ言うてもね、数がね、こっちは6人いるんで、まあそうそう負けることはな、プーアル出たら、星の数が1個上がる。あ、チャオズ来た。チャオズが動きを止めてくれる。このサポートラフやな。で、今の魔候補かな。あれ、真似てておった。3人や。経験値を得て、おい。フリーゼが死んだよ、大地様らが地球にいる。まあ、そりゃほうやな。あるお方の命令だ。あるお方、あいつら。あいつらが動き出したとなると、誰やねん。まあ、これはね、後々な物語を進めていったら、全く変えようかよ。ほんまほんま。絶対当たらへん。ふかふかふか。あかんわ。お土産に吹っ飛んだ。お土産吹っ飛んだって。これなぁ、もう。最近、神様。回復。あ、最長老。最長老が出たらね、攻撃力が3倍になるんかな。だから敵が倒しやすくなるっていう。あ、フリーゼちゃう。クリーゼ死んだし。あ、で、敵もやっつけたけど、クリーゼ死んだな。ヤムチャがメインチームに入りました。だってね、もしね、仲間がね、やられたら、こう入れ替わっていくっていうシステムなんですね。まあ、予備の仲間がいる場合なんですけどね。で、またチャオズがサポートに入ってくれて。言うても、あと一人なんでね、そんな苦しいことはないと思うけど。行け。装置弾でいけるか。ヤジロベ出た。ヤジロベはね、敵を倒しにかかってくれるんですよね。ほとんどザコとかの敵の場合は一発。で、まぁ、こんな、とりあえず、あれやね、上の方に進んでって。で、ここにね、なんか人がいたんで、ちょっと、ミスターポポ出たか。ミスターポポなぁ、これなぁ。これ結構めんどくさい。これ十字キーで、ミスターポポがいる方向を素早く押すっていうゲームというか資料なんですけど、これ意外と難しくて、
なんかうまいこと言ったらピコってなるのかな、音が。33% って全然取られられてへん。全然赤い。もう進んで。待て、ここを通すわけではいかないぞ。地球人、地球人が門番してんの。あれこいつ、こいつ顔だけ見たらあれや。さっき町におったやつと一緒や。どっかから注意をそらして、注意をそらして、これ何らかの、ダイナマイトちゃうかな。ダイナマイトを使って、なんかね、右の方にくぼみがあるんでね。ここを使って、ダイナマイトを置いて、多分、注意をそらしたら、なんだなんだっていう感じで、あの門番がどいてくれて、あの道が通れるようになるっていう。あ、父のカードが出たから。父も狩猟なんだ。父すごい顔してんな。誰か始めわからんよ。で、まあこれは星の数を同じ数、同じ数か。それともそれより上の数を出せば。まああの回数が上がって、レベルというか経験値が増えていくっていう。で、好きな時に B ボタンでやめられるっていう。結構楽な狩猟なんかな。ちょっとね、そういう狩猟のイベントね、結構出てくるんで、ちょっと飛ばしながら、行きたいと思います。で、恐竜のとこまで来たんですけども、ねえ、ちょっと苦しそうな感じな。苦しそうな感じになってる。おそらくこの恐竜の中に、ドラゴンボールが詰まっている。で、この、小屋の中にいる、小屋なんか家なんかわからんけど、そこの人が、まあ、なんか薬草を作ってて。で、なんか薬草欲しがってたおばちゃんが街にいたんで、多分薬草1個今もらったんで、渡しに行くっていう。で、渡しに行きましょう。で、メガネ岩がちょうどあるんで、ここでね、一回ダイナマイトを使って、いける？ご飯が開けよう言うてるけど、あんまこんな口調じゃなかった気するね。で、穴が開いて、ドラゴンボールがあったと。1個目。マップ上に3つあるうちの、1つ目が、ここでゲットできたと。で、このまま街に戻る。感じ。進めていって、おでんでとか出るよ。これね、回復もね、亀仙人やったら、HP だけとか、いろいろあるんですけど。あ、薬剤師とか来た。薬剤師のおばちゃんに、おばちゃんやな、これ。で、薬切れた。薬切れた。ちゃうな。薬草が切れたから、薬草をあげて、で、下剤をもらったと。もうええって、もう、かよいって、もう全然当たらない、これ。何の狩猟やねん、これ。無理だと思うけどって。まあね、戦闘シーンはね、まあさっきもそうなんですけど、どんどん飛ばしながらね、進めていって、戻ってきたんでね。おっちゃん言うこと変わらへんけど。で、恐竜に、下剤を飲ませて。で、ドラゴンボールを取り出すっていう。感じなんでしょうね。で、ピッコロが飲ませて、で、まあ、山のようなね、あれが出てきて、ドラゴンボールと一緒に出てきて、で、クリリンが、しぶしぶ取ったと。で、これで2個目。ドラゴンボールが手に入った。ほんで、次ね、さっき、門番がいてたとこに、行って、ダイナマイトを仕掛けて、まあ、実際ね、これちょっと飛ばしてるんですけど、ダイナマイトをもう一回鉱山に取りに行ってるんですね。まあ、ちょっとそのシーンは省きましたけど、まあ、この隙に通り抜けてしまおうと。っていう感じです。追い払って。はい、追い払って。はい、追い払ってもらって。まあ、これね、レベルがある程度上がると、もうマップ上で戦えるようになるんですよ。いちいち戦闘士に行かなくて。
もうマップ上で手っ取り早く済ませてしまおうと。で、オートの場合はもうカード選ぶ必要なくて、一度も。で、マニュアルの場合は、一度、まあ、3人のカードを選んだら、それで終わりっていう。で、あとはずっと待ってる状態。ただね、これって、HP 回復したりとか、攻撃の時に何かね、イベントが起きたりするっていうことがないんでね、ちょっと死にやすい。ほら。ほら見て。ピッコロ戦闘なってる。ご飯死んだし。ご飯やられたっていうことが起きやすいんでね、結構気ぃつけなあかんっていう。で、一応今ハートマークで。あ、神様じゃ無理か。神様じゃ無理やな。これね、回復もね、シェンロンとか出たら、生き返らしたりもできるんですよ。いけるか出るかハートマーク出たけど。あっかん、神様。神様はね、全回復かなんかやったかな。体力の全回復。うん。これ、どうやら基地やったようで、フリーザの手下が、おったんで、とりあえず倒しましょう。こいつ一人かな。もう最長老出た。これいけるやろ、すぐ。頑張っていくろ。たまにね、やばそうになったら下にね、顔がぐやってなんか、ぐやっていうか、ね、あ、ご飯や。ご飯生きてた。ドラゴンボール4個あって、で、次の1個を探しに行くと。いうところまでがマップ1となります。一応ね、紹介としてはここまでなんですけども、この次にね、ベジータが、多分、狩猟か何かをしていて、フリーザ軍を見せて、なんやあいつら、なんでここに狩猟なんや、オニオン言うてるよ。まあ、その話がマップ2からスタートなんですけども、実際にね、やって楽しんでもらったらいいかなと思ってます。じゃあね、今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。See you!